紙粘土で作ったものをマグネットにしたいとき、紙粘土ってね、どうしてもね、強度がないので、接着剤で貼ったりとか、両面テープで貼ってもね、すぐポロって取れちゃうんですね。なので、磁石を貼り付けるときは、磁石の周りにね、少し多めにボンドを塗ってあげるといいと思います。もしくはグルーガンを使って、まあ、グルーをね、先に落としてあげて、その上に磁石を乗っける。それが乾いてから紙粘土をね、ぐーっと好きな形に絞ってあげるといいと思います。鉄の方と、あとこの磁石の方ね、の間にね、グルーの膜が、まあ、薄い膜があって、このひっつく力は最低限あるんだけども、外すときにね、やっぱちょっと簡単に外れるので、紙粘土への負担が少なくていいのかなと思います。他にもね、何か紙粘土に接着する方法、いい方法があれば、ぜひね、コメント欄に書いていただければ嬉しいです。それでは次回もお楽しみに。